横山やってまいりました、はい、いよいよ開示でございます、はい、同社2個と早稲田3つ、うん、わおわおなぜ紙を持ってこないんだ続いて教育いきましょう。続いて最後商学部でございます。どうで始まりました、まちちゃんで。さあ今回は、はい、横山やってまいりました、はい、髪型がだいぶ変わった聞きましたね。もう見た目が全然違う人になってますけど、去年受けたというか、まあ今年だけどいよいよ開示でございます、はい、受けたのが同社2個と早稲田3つ、うん、おです、ね、はい、じゃあ早稲田と同社の開示でございます。じゃあどっちからいきましょうか。同社行く、同社、はい、同社、まず何学部とかないのか分かってない。経済学部あった。経済学部、経済学科、はい。英語116点、これ何点満点ですか？210。わお、わお。そして国語110点、これは150。日本史も150。国語150、日本史150で、日本史が80点、総合306点、合格最低点357点。51点。だいぶ離れてる。まあ同志社の英語ってね、合格する人たちめっちゃ取るんでね、平均でめっちゃ高い、めっちゃ高いって、なんかむずいむずいとかっていう人いるけど、いや統計とかと比べたらもう。さあこれが経済学部の結果となりました。続いて社会学部、はい、社会学部教育文化学科。そうだった、教育にも興味あったの？いや、ないです。ないんかい。なんで受けたんです？なんか社会学部で割と低いところ、うん、あ、低いところってことですね。で英語、これまた200点満点ですか、はい、134点。国語102点、これ150点満点。日本史150点満点、94点、はい、合計330点で、合格最低点は375点。ああ45点、また離れましたね。同社の問題も難しかったですか？むずいですね。で英語やっぱむずい。英語がそうですね。受けたのはこっちで受けた、関東で受けた。そうですね、うん、東京で受けました、うんうん、そう、受けられるんで、カンカン同率おすすめなんですよ。結構受けられるので、はい、やった時のなんか手応え的なものはどうでした？いや、緊張で覚えてないですよ。そうだったんだ。じゃあ、 まあこれが結果ということで、ね、自信はなかった。そうですね、そんななかったですね。で、この5つしか受けてないってこと？はい、と整形ですね。あ、整形大学、整形大学は受かったの？受かりました。あ、何学部？経済か社会、経済ですね。覚えてないって。経済よかったけど、まあ行く気はなかったと。そうですね、うんうんうん、いうことですね。じゃあいよいよ早稲田でございます。皆さんがお楽しみの、はい、なぜ紙を持ってこないんだ言われるよまた。教育、受けたのが教育、小学、うん、そして人科ですね。あ、人科、やっぱ人科じゃないですか。人科から、はい、OK です。人科一番下ですね。はい、皆さん分析してもらえばよかったな。そう、これそれぞれね、出し方いろいろ違うんだよね、学部によってね。はい、英語50点満点中、得点調整5が出ますね、はい、が 25.516 と、平均点 30.004。 まあこれ共通テストってことです。あ、人科だ、間違えた、スポカじゃねえや。人科のやつ 30.004 が素点、平均点、あ、平均点、素点の平均点なのか。そうそう、受けた時はどうでした？人科の問題、まあ優しくなったんですけど、昔よりだいぶ人科。なんかゼルダが出てきたのっていうのは覚えてないです。すごい話題になってましたね。続いてが国語、50点満点で20点、平均点が19。まあ素点の平均点なんでね、これが上だったのか下だったのか分かんないですけど。で日本史が50点満点中 26.535 で、平均点 31.07、 うん、ということで合計は 72.389、はい、まあ調整後なんで何とも言えないですけど、うんうんうん、まあ半分いかないぐらい、はい、っていうことでしたね。やっぱ辛かったですか、人科は。そうですね、うん、なるほど。じゃあ続いて教育いきましょう。初等教育学専攻、なんでこれにしたの？ いけそう、一番低い。なんか倍率、うん、去年の倍率見て、うん、一番低いところってとりあえず入れたんですけど、はい、今年一番高かったみたいな、ぐらいなんかめっちゃ人いて、倍率高くて、うんうんうん、そういうのあるからね、去年低いから出そうみたいなの。今年は高いところいきます。そういうのあります。はい、50点中、素点19、得点調整後 22.832、はい、でやっぱ 19.037 が平均だったから、まあ平均だったんだね、ぴったり。そうですね、うーん、大体全部平均ぐらいでしょ。いや、まあレベルむずくなったからね、教育ね、昔より全然むずい。だいぶ1年ごとに1個減ってる。そうそうそう、今のところこう減り続けております。今年は2個で、はい、で、国語が50点中26点と、得点が、はい、で調整が 22.946、 あ、下がってるね、はい、で平均が 25.626 ということでした。はい、で、日本史が50で、素点が26、調整後は22、あ、これも下げられてるね、はい、で平均点が 26.441、 もう本当
平均点ぐらい、はい、だから今の時期だといいぐらいの点ですね。わかりました。この6月だったらこれぐらい取れてたら、まあ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 よしこっからスタート頑張ろうみたいな。なるほど。でももちろん平均で上がることってあるんですか。あおるよもちろん、うん、上がったり下がったりはそれその他の平均によって変わりますから。はい、なんで、合計が 67.779 と、はい、厳しいですねこれじゃ。まあ確かになかなか合格は厳しい。まあ平さんに詳しく分析してもらうのもいいかもしれないですけど今後。あでも教育受けた時覚えてる、なんか難かったとか、ね、英語めっちゃ難かったよ。記憶があります、うんうんうん、なるほどね。次最後商学部でございます。いきましょう。受ける人も多い英語、配点80点で調整語が 35.287、平均点 27.531 と。どうした、やっぱ商学部もきつい。そうですね、全体的に早稲田きつかった。うん、そうですね。すごいあっさりと言うけど、まあそうだと思いますよ。国語60点中 29.949、平均点卒点の分は 36.054。 はい、なるほどね。いや厳しい。もそうですけど、うん、国語はやっぱりちょっと他に比べると、英語はなんかもちろんなんですけど、うん、国語も低いかな。なるほどね。何が難しい、言語感だったら。語感じゃないですか。ああね。そして日本史60点中 29.559 と。で、平均点 35.377 と。なるほど。で、英語系で 94.795。はい。まあ、どれもやっぱり半分いってない。そうですね。という感じで。まあ、お手上げでしたか、やっぱ。そうですね。正直、厳しいなってのは。うん。いや、もう受験する前から、いや、もう、うん、まあ、来年っていう。なるほど。もう記念受験状態。そうですね。でさ、まず、過去問やってたわけじゃん。はい。その時にどうだった、過去問で取れてたか。いや、全然。合格点超えるとか全然なかったですね、うん、やっぱり厳しかったということで、まあやっぱこれが早稲田の現実ということで。今はどうなの勉強、まあ、やる気ねえって送られてきたけど。そうなんですよ。すごくないですか、俺にやる気がないんだけどどうすりゃいいですかって送ってくんだよ。しかも平さんのやる気を出す方法って動画が出た後に送ってきたっていう。おいみたいな、お前いたじゃん横に。いきなりガクンとなんかやる気がなくなったっていう。もうさあ、そうなの。ちょっとずつ取り戻しつつあるんですけど。はそうなんだ、戻ってきて、ね、今は勉強何参考書ってやってるってことでしょ。はい、タクロですから。英語どこまで進んだ。英語は解釈今やって、それのずっとなんか音読やってます。解釈の方は何。ああはいはい、英文読解。あそうだ、英文読解の特別講座ですね。はい、これ今2週目を。ああなるほど。これやっぱりあの肘学の読解のための文法類はちょっとレベルが上がってるか。そうですね。それ、ね、でだから入門70とかよりは簡単。あやったことないです。あやったことないわ、はい、っていう感じなんで、まあまあこれやってまた上げていくって感じだと思いますんで、はい、ぜひともじゃあ頑張ってください。はい、じゃあ横は応援してあげてください。お願いします。今度こそ早稲田に届いてほしいと思いますんで、はい、今までこういた人で、うん、早稲田行った人いない。甘くないもんそんなに。そうです。そんな簡単にいけるわけないよ総計って。だからほんとちゃんとやんないと無理で、いけない、はい、そう簡単に。わかりました。はい、ということで、じゃあまあぜひ受ける方は参考にしてもらえればと思います。はい、ありがとうございました。テクノロジー。